雨中こんにちは。少し前に大阪フィッシングショーで見た商品最新情報をお届けいたしました。あの時に同時に問屋さんで見本市が行われていました。そこでフィッシングショーには出展していないメーカーさんの情報やなかったもの、そしてフィッシングショーの会場では詳しく聞くことができなかった情報などいろいろありますので、それを今回は皆様にご紹介したいと思います。今回もこのチャンネルを見ている方々が興味を持つであろう雷魚、ナマズ、怪魚の情報に絞ってお届けいたします。まず最初に紹介するのはボンバダーグアさんです。エルニーニョ現象によって例年なく調子がいいということでアマゾンに引きこもるとテルさんが言っていたのでお会いできないと思っていましたが、1月の終わりに帰ってきていて見本市でいろいろとお話を聞くことができました。まずアマゾンスプークの今年生産はニューカラーのこの4色と、昨年人気のあったアマゾンクロームとホワイトの6色となります。向かって右から2番目の色は白っぽく見えますがグローです。光った状態じゃなくても白と並べてこのように比べるとこれだけの差があります。そして今年再生産するアマゾンクロームはこんなにボロボロになるぐらい釣れたそうです。さらに注目なのは同じぐらいかそれを超える超過を叩き出したのはホロイワシだったそうです。ボンバダスプーク唯一のホログラムカラーのこれは少なくとも今年は作らないとのことです。問屋さんに在庫があったので全て仕入れました。ご希望の方はお早めにご購入ください。他に注目なのはバンシューバリの新しいサイズ12番です。見本市では手に乗せて撮影できたので大きさをイメージしていただけると思います。一応店頭にも見本のサンプルというのはあるのですが、この中には12番がなかったのでこの写真を見て参考にしていただけるといいと思います。次に紹介するのはエクストリームさんです。新製品としてビッグベイトを収納するためのシートがリリースされます。太めのロッドベルトと透明の分厚いシートが一体化しています。縫い付けてあるのでしっかりと止まっています。こんな感じでビッグベイトやジャイアントベイトを巻きつければ車やボートに乗せて強い衝撃があっても安心です。そしてもちろん竿にも傷がつかないので一緒に持ち運ぶことができます。大きさはこの2種類となります。ルアーにはいろいろなサイズがあり、これを見本にすると大きさが分かりづらいと思いますので、つららグリスサンド7サンドグリップを入れてみましたので比較してイメージしてください。次に紹介するのはストックルアーズさんです。フィッシングショーの時に気になったウッド製ウェイクベイトについて詳しくお聞きしました。一般的なウェイクベイトはプラスチック製が多いですが、これはキリを使っているのでより浮力が高く潜りにくくて、リップが長いウェイクベイトよりもよりトップウォーターとして使えます。この特徴はトップゲームにこだわるナマズアングラーにとっては嬉しいですよね。そしてリップと言っていいのか金属で短いのでカップと言って表現するのか分かりませんが、これをワイドにしてフライパン状にへこましているので水の抵抗を受けやすいそうです。ですからネチネチ動かして魚を覚醒させるアクションが容易に演出できそうです。カラーはこの4色となります。次に紹介するのはフロックプロダクツさんです。フィッシングショーの会場では人が多く詳細説明を聞けなかった方が多いと思いますので、このグリップについて見本市でお聞きしておきました。まずリールシートが細くていろいろなリールが使えるオールドファンに人気の LA タイプになっています。そしてフロントグリップの裏側に穴が開いていて、これはフロックさんが加工したもので、市販されている六角レンチの2ミリを使ってしっかり締めることができます。差し込み口もオリジナルで作っていて、これにより脱着が可能になっています。従来のこのグリップははめ殺しのイメージなので本当に画期的です。これによってフィッシングショーでも紹介した新しいパックロッドをはじめいろいろなロッドと組み合わせて使うことができます。リールシートが白いのもフロックさんの塗装です。そしてグリップのフロントとエンドのグリーンとブラウン、この色も国内ではもうない廃盤となっています。オールドの感じが出ている貴重なものとなります。
フロッグプロダクツさんもストックルアーズさんもフィッシングショー魚屋ブースに展示はありましたが、足を運んだ方も人が多くしっかり説明を聞けなかったと思いますので、見本市でしっかりお聞きして皆様にご紹介しました。次に紹介するのはシグナルさんです。11インチ 170g のマグナムボディを持つカープヘッドに生カラーのレインボートラウトとシルバートラウトがリリースされます。本物の魚みたいですね。そして見本市独自の情報としては、会場限定のリアルな鯉のカラーがあります。こんな感じで3本並んでいると市場で魚が売られているように見えるくらいリアルですよね。次に紹介するのはガンクラフトさんです。おなじみのワイドなシルエットのビッグベイトラチェットに大阪の豚屋さん限定キグモトカラーが登場します。よりカラーをイメージしやすいように動画も撮ってきました。角度を変えた感じをご覧ください。ガンクラフトさんのフィッシングショーブースはジョインテッドクローの歴史などが紹介されていて、確か豚屋さん限定のニューカラーの展示はなかったと思いましたので、ここでご紹介しました。次に紹介するのはピュアフィッシングさんです。ピュアフィッシングさんはフィッシングショーでも紹介した生スロットに補足情報があり、見本市でそれをお聞きしたのでこちらで紹介します。実は昨年プロトモデルを見せてもらっていました。私が意見を言ったりアイデアが採用されるとかではなく、すでに完成したものを見て価格を含めた感想を教えてほしいというリクエストでした。そして見本市で新たに聞いた情報としては、この時のプロトとトップガイドが変わったということでした。こちらが旧サンプル、こちらが商品化するものです。確かに写真を見比べてみるとより PE ラインが引っかかりにくいものになっていますよね。そして他の部分は特に変わっていませんので、プロトロッドの詳細をご覧ください。フィッシングショー会場よりじっくりと見られるかと思います。次に紹介するのはラパラさんです。赤目やバラバンディに強いおなじみのエアオグルの再販があります。私自身もバラマンディを釣ったキャンディー系や以前取り扱っていた絹塗りなど怪魚調光に良さそうなカラーたちです。ちなみに現時点で在庫があるのはこの落ち鮎だけだそうです。ということで怪魚調光に使いたい方は再生産分をお待ちください。ここまではメーカーさんのブースで得た最新情報でした。で、豚屋さんだったので発掘情報がありますので、それをここからはお伝えしたいと思います。まず一つ目はフィネスさんのヒップボックスの旧カラーブラウンです。ヒップボックスは生産するたびにカラーが変わるので、現在は派手系のカラーしかありません。このブラウンはパッケージの台紙の見本にもなっている初期カラーです。実は私自身も使っていて、よくお客様にそのカラー欲しいんだけどとか言われていましたが、昔の在庫が眠っていたのか発掘しましたので入荷してあります。そしてもう一つがラッティツイスターさんの旧カラーです。ラッティさんは豚屋さんで扱っていないイメージでしたが、なぜか出てきました。バップの複数ラメカラーの STK、GB、そして今はないマーブルの YK です。ラッティさんは年によって生産カラーを変えたり、同じ色でも漢字を変えますので、旧カラーは次回予定がなく貴重ですよね。ということで今回はフィッシングショーでは得られない商品最新情報と発掘情報大阪編をお届けいたしました。かなり短いスパンで、また愛知県の豚屋さんでも見本市がありましたので、フィッシングショーでは得られない商品最新情報愛知編というのも次の次ぐらいになるかもしれませんが、またお届けしようと思っておりますので、ご視聴よろしくお願いします。